こんにちは、さちこです。今日はこれからブランチを作っていきます。今日はね、休みの日でなんか朝からぼんやりしてる感じで、まあのんびり過ごしたいんですけど、お腹は空いてくるので、あるもので簡単に作っちゃいたいと思います。冷蔵庫にこの作り置きのサラダちょっとと、それからオムニツナがあったので、これも使っていきたいと思います。このツナ缶と、あ、ベジですけど、ベジのツナ缶とサラダを合わせて、そしてちょっと味付けを整えて、巻いてまたキンパにしていきます。オムニツナは香港のグリーンマンデー社から出ている 100% 植物性のツナ缶です。このオムニツナ初めていただいてみるんですけど、匂いも見た目もまんまツナ缶ですね。面白い。全部入れてしまうとちょっと多いようなので、またちょっとここに取り分けて、また別の機会に使いたいと思います。早くね、食べきらないといけないんで、近いうちに。間近で見るとこんな感じです。で、アクセントに青唐辛子の醤油漬けも持ってきました。もうあと2ヶ月ぐらいしないと柔らかい辛さにはならないんですけど、これはこれで刺激的で美味しいので、ちょっと添えて食べたいと思います。いただきます。まずはそのまま。大葉を入れたのでマヨネーズを使ってるんですけど、さっぱり食べることができます。今度はこの青唐辛子も添えて、2粒ぐらいいっちゃおうかな。うん、かなり辛いけど、まあ、お醤油に使ってだんだんまろやかになってきてますね。あ、でも辛い。うん、辛さが後から来ました。私はもう菜食になって5、6年経っているので、もうツナをね、懐かしくこう食べたいなとか、そういう風な感じにはあまりなってないんですけれど、でもたまにね、こうやって使ってみると新鮮でいいですね。明日の朝炊けるようにセットしておきます。もち麦や雑穀ミックスを多めに入れるので、ご飯を食べるだけでもかなりミネラルや食物繊維を摂ることにつながります。明日の朝パイナップルを食べたいので、夜のうちに切っておきます。パイナップルやメロン、スイカなど大きな果物は
あらかじめ全部切っておくとすぐに食べることができて便利です。傷まないうちにだいたい1日半くらいで食べきります。幸子です。今日はこれからビーガン明太子を作っていきます。材料はアマランサス、梅干し、豆板醤、醤油麹、お酒、そしてお水です。アマランサスはスーパーフードの一つ、そして江戸時代には日本でも栽培されて仙人の食べ物としても親しまれていたそうです。しばらくアマランサスを空炒りします。しばらくするとプチプチってこう少し弾ける音がするので、そしたらお水を入れます。あと梅干しを1個、そうしたら火を弱めて20分くらい弱火で熱していきます。20分経って今まだねお水がいっぱいあるので、これは強火で飛ばしていきます。そろそろ煮汁が飛び始めてきたので、ここで日本酒、だんだんこう無着色の明太子に近づいてきましたね。ちょっとしょっぱめがいいね。ちょっと辛めがいいので小さじ1強です。はい、こんな感じでいいんではないでしょうかね。いい感じできました。これはパスタにしてもいいし、今日はねこの後お蕎麦を茹でてそれにあえて食べようと思います。お蕎麦はいつもの10割蕎麦です。お蕎麦を茹でている間に明太マヨソースを作ります。割合はお好みで調節してみてくださいね。茹で上がったお蕎麦は水でぬめりを取ります。お皿に盛り付けたらトッピングを加えて出来上がりです。いただきます。うん、青じそと海苔が爽やかで、で明太子とあと少しマヨネーズが入っているので、ちょうどこってりめと爽やかとでいい感じです。このビーガン明太子を考えた人すごいですね。ネットでね、いろんなレシピ転がってたので、どなたのってちょっと特定できなかったんですけれども、皆さんね梅干し入れてるんですよ。そうする梅干しを使うことでなんかこう明太子独特のちょっと
なんていうのかな、生臭いような感じも少し出て、でもね、全然生臭くはないんですけど、すごいいい組み合わせだなと思って、毎回作るたびにおーってなってます。ごちそうさまでした。ビーガン明太子はご飯にのせても美味しいですよ。ここまでご覧いただきありがとうございました。普段の食事って手間をかけずに、でも体によくって元気になれる食べ物を取りたいですよね。少しずつできることだけちょいちょいやっていると、結構なんていうのかな、元気に過ごすことができています。そう、そしてそれでもやっぱりね、私はもうね58になりました。だからやっぱりね、経年劣化っていうことでガタが来てますよね。で、疲れやすくもなっているので、疲れた時にはすぐに休むようにしています。そう、休むとね、無理してやる時よりもまた回復して元気になった時にこうギュッとパワーが出せるので、まあ本当ね、様子を見ながら自分と付き合っていきたいなと思っています。ということで、今回はちょっとね、準備のものが多かったと思います。それではまた次の動画でお会いしましょうね。私も元気に過ごしていきます。皆さんもどうぞお元気でお過ごしください。じゃあねー。